フリッツィ・ブルネットはアメリカ合衆国の女優である。出生名はフローレンス・ブルネット。1890年5月27日、ジョージア州サバナに生まれる。1912年、パワーズ・ピクチャー・プレイズ制作の短編映画座ョイ・ライドに出演しているのが最も古い出演記録である。セリグ・ポリスコープ・カンパニーが量産する。 短編映画に多く出演する。1918年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍同社参加の制作会社ブルーバード映画で、ダグラス・ジェラード監督のプラスイングス、地の叫び、岩風の密社に主演、これらは日本でも公開された。1925年、一旦映画界を離れる。1935年、19歳年長の夫、 ウィリアム・ロバート・ダレーと死別する。同年、すでにトーキーの世界となった映画界に復帰するが、役柄は、早く、自信シーンのエキストラ等であった。1942年に公開された、チャールズ・ラモント監督のユーアーテリング目に、ノンクレジットで出演したのが、最後の仕事となった。1943年9月28日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで死去した。 満五十三歳没。すべて出演作である。1915年以前の70作に及ぶ出演作に関しては、主なものに止めた。ありがとうございます。